赤いグローブ石田圭介、対してこちら青いグローブ朝日太陽。2人が違った構えでゴングを聞いていましたが、今臨戦態勢。グローブ合わせる、いやー合わせずに前蹴りから左中段の蹴り、朝日さん。中村さんもこういうところでしょうね、はい、朝日対応の良さ。そうですね、先ほどのワールドラッシュにラッシュリーグに出場した浅瀬弘隆選手、おパンチの回転を上げていく、以上にもっと手数とスピードと回転力があるのがこの浅瀬太陽選手なので、それに対するパンチ力、ローキック、膝と強いのが石田圭介なんですけれども、どちらが小比類巻選手主導権を先に握るかですよね。そうですね、どういったところを焦点と据えてますか。まあ、浅瀬選手リズムが良くて、またいろんなところから攻撃出てくるので、はい、で右も左もやっぱり使える、はい、そこを落ち着いて石田選手が下がらず狙っていく。あ、中村さん今コート注意。そうですね、ちょっとブレーク後というか、はい、攻撃が入ってしまったんでそこ注意だったと思うんですけど、これもでも勢い余っての一つなんでしょうね、はい、一発一発思い切って放つ朝日太陽。左のフックは石田圭介、さらに膝、おこれも片手で捉えてのパンチです。朝日さん、やっぱ朝日選手はこのスピードと回転力、あとこの足の動きというか、やっぱこう動けている時はやっぱいいんですよね、攻撃が、はい、なのでこれをこう3ラウンド続けられるかどうかだと思いますし、石田選手としてはこうまずボディから削っていってっていう、はい、そうですね、石田も自分本来の戦いを見失いたくないところですよね、はい、足を払うこの強さ、空手を土台としています。兄弟でクラッシュの活躍がある朝日太陽、17歳高校生。そこに右のパンチから膝、20歳石田圭介。55キロ級王座決定トーナメントでは、中村さん、石田は現在の王者堀尾隆二と最も接戦を見せましたからね。そうですね、延長までもつれた上でスプリットを判定だったんで、はい、まあ準決決勝ね、堀尾選手 KO で勝ったってことを考えると、まあ、実質石田選手が一番こう苦しめたわけですから、はい、この、まあ、それからの、ね、再起戦なんで、ここまたクリアして再挑戦というか、まあ、タイトル挑戦というのを石田選手も目論んでると思うんで、はい、そういった意味でも今重要なカードですね。そうですね、お今スーパーマンパンチのように右、赤いグローブ石田です。しかしそれを下げさせて朝日さ、サウスポーオーソドックスともにあります朝日さです。長い足、これも使ってくる。今度は石田のパンチ。石田はその堀尾戦後ですね、敗れてから中村さん、あの髪の毛も丸刈りにして、ね、はい、気持ちを一新というところでこの戦い迎えているんですね。それでも勢いといえば朝日さ、お一つかわして右当て込んでいった。それでも前に前へ前へというのは朝日さ、引きません。朝日選手やっぱ序盤の動き、やっぱああいうこうもう手数とサイドに回り込む動きとか、あれでどんどん圧倒していければペースになると思うんですけど、石田選手もねやっぱそこうまくこうボディ効かせたり、ちょっとずつこうパンチ当てて朝日選手の動きを止めて、ちょっと後半は自分のペースに持っていってたんで、やっぱこの辺自力あるなっていうのを感じましたね。2ラウンドその辺が最後どんな風にこのラウンドの展開していくのか、はい、そこがポイントになってくると思いますね。キャリアという点でもそうですよね。これ石田は16戦目、11勝6KO 勝ちがあります。肘から中村さんだいぶ出血が石田ありますけれどもね、ともすればこれ朝日さんのこういう蹴りだったんでしょうか。かもしれないですけどね、今色入ってたんですね、はい、ロキック、ここで速攻です。さて朝日さんの方はこれ対して5戦目、いや6戦目というキャリアです。ここまで4勝 1KO 勝ち、ガードも高い、足を組み替える、左ミドルは石田、赤いグローブです。飛び膝のモーションから左前蹴りは朝日さん。中村さん、第2ラウンドここまではいかがですか。はい、そうですね、まあ、朝日選手変わらず手数増やして出ていこうとはしてるんですけど、石田選手の攻撃の
散らし方がいいかなと、はい、この右のローキック、あと左ミドル、はいはい、あ右ローいい、こういった形でこう違う攻撃でちょっとずつこう手数を増やして効かせていってるのは、これここからまだ流れを作っていくんじゃないですかね、はい、朝日さんに対してはチームドラゴンの石田圭介、ドラゴン勢では朝日さん、ここさらに盛り返していこうとするところなんですが、伊沢波多と延長戦というのもありましたよ ね、 ね、はい、残り1分、パンチは石田、しかし表情は全く変えません、崩しません、朝日さん、ここも拳は石田です、ボディ打ちから左テンプルへ、さらに右ロー、これがいい石田の攻撃、どちらの間合いに小比類巻選手これはなってきているんでしょうか、まあ、今お互い取り合っている状況なんですけど、はい、うん、まだわからない、うん、そうですね、うん、となるとここから先、このラウンドの中で口頭注意、両腕で掴んでしまいました朝日さ太陽に対して与えられています、突き刺すようなパンチにミドルキック、叩き込むような石田のパンチローキック、ここも回って左のミドル、右ミドルを朝日さ返します、左ミドル、左右オールマイティの朝日さ、石田がまたここからさらにそれを打ち込んでくるのか、朝日さにまだその先のギアはあるのか、左ミドルキックから右のパンチから左ミドル、石田赤いグローブです、さらに右が当たる、そしてローキックもいいというのが石田の攻撃です、最終第3ラウンド、左ミドル、あまた中村さん石田よく見えてきたようですね、そうですね、結構石田選手こうやっぱ熱くなってこうパンチだけとかみんな過去の試合とかになるとことかもあったんですけど、はい、この試合はこう打ち合うところは打ち合うって距離取って攻撃当てるところ当てるっていうちょっと、うん、はい、そういうこうメリハリが効いてますね、攻撃に、そうですね、今もこうして違った攻撃をまた持ち出してというのがパンチから左ミドルというコンビネーション、右のおお膝、この左ミドルから膝、この攻撃、小比類巻選手手数でもこれ石田引かないようになってきました、押してきましたね、リズム上げてきましたね、はい、この辺りがまた経験の差か、石田しかし体重移動相手を動かしての朝日さ、あ中村さんコート注意ありました ね、 ね、クリンチに対して、はい、はい、それでも一度波に乗ればという石田圭介です、このパンチもかわしてからのボディ打ち、さらに顔面、ちょっと1ラウンドと比べると朝日選手の運動量というか、はい、動きが落ちてますね、止まりましたね、はい、石田の攻撃、ボディを中心に口を開いての朝日さ、なんとか返すんですが、ちょっとこのパンチも小比類巻選手やや手打ちといいますか、そんな風に見えてきます、そうですね、押されてきてますよね、はい、うん、お顔面、ボディ、腹部、パンチに膝、ミドルキック、石田の攻撃、ここでまた一つ段階を上げてきます、前蹴りは朝日さん、残りのスタミナその勝負にもなってきますが、そういう点では中村さん、これ石田はしっかり持っていますよね、はい、そうですね、おホールディングで先ほどは両者に注意がありましたので、ここで両者にまた一つずつ警告となっています、残り45秒からリスタート、前蹴りから入る朝日さ、距離を取りたいのか、ちょっとボディ嫌がってるんじゃないですか、距離は取らせません、下の攻撃、ほとんど足が止まっている、その足を払うようにしますが、石田のパンチ、回転がまた上がる、膝、これが止まらない、朝日さ苦しいか、イエローカードだけは食らってはなりません、前蹴りも届かない、バックブロー、石田の拳、得意のパンチがまた相手のパンチをかわしながらの、さらに有効打に膝、ボディは右、右膝、右膝、左フック、
蹴りも見えている石田、完全に自分のペースものにしたところ、ここで試合終了です。30対28、赤石田1票、石田2ポイント差。ジャッジ先田30対28、赤石田、2人目も同様石田です。30対28、赤石田。3人目は29対28、石田圭介、難敵朝日さ太陽を下しています。